台問1、計算問題からです。えー、先の方に行けば、まあ、わからない問題はわからないもんなんで、むしろここに時間をかけすぎるぐらいでいいでしょう。確実にここら辺を得点できるようにしていきましょう。えー、括弧1、プラス、8、プラス、括弧マイナス3、えー。正の数と負の数の足しなんです。絶対値が大きい方、まず符号を置きましょう。8の方が大きいので、プラスはプラス。まあ、プラスは書かなくていいです。で、どんだけプラスかは、8-3で5となります。 えカッコにマイナス七かけるカッコマイナス三カッコ閉じの次情。指数の処理が先ですね。マイナス七かける、マイナスかけるマイナスでプラスになるのでカッコはいりません。三かける三で九えマイナスのままで六十三マイナス六63。カッコ三番、十六マイナス六割カッコマイナス二カッコ閉じ、えー。かけ算割り算が先です。こっちが先だね。十六で引くそのままで六割カッコマイナスがマイナスだね。マイナス三 で、ここでプラスプラスにして19とすればいいです。これがね、ついっかりね、16 6をやってしまうと10だからちょうど2で割り切れるか、計算進んじゃって間違い気づけないんだよね。だから、そんくらいのことは、出題者もしてるので、まあ、この、いつもね、この計算の規則はしっかりね、身につけておきましょう。で、カッ4番。3分の 4x マイナス5かける9ここで約分していいです。この9は分子の数で1と3になって、1を挟みましょう。 これはね、一つの数なんで、必ずッコして 4x-5 ッコ閉じに、これが全体して3がかかります。あとは分配で3して 12x-3515。これで 12x-15 となります。で、5番括弧 X、ッコ x-7 ッコ閉じ、引くッコ 2x-1 ッコ閉じ。まず確保開きましょう。前半のッコはそのまま x-7 と外みます。次の確保を外すとき、この符号が変わってくるので注意してください。2x は -2x になって、-1 はプラス1になります。 いいかなまあ、このマイナスがこのまま来たというよりも、ここに符号が変わってマイナス 2x になって、こっちは符号が変わってプラス1。まあ、それぞれ項の符号が変わったって考えてください。で、並べ替えるのもリスクなので、同じ項は丸しましょう。x とマイナス 2x。ここ見えないですが、1がありますので、1からマイナス2を引く。1とマイナス2なので、マイナスの1。1は正確でマイナス x になりますね。で、プラス7とプラス1でプラス8。答えはマイナス x プラス8となります。